麦ちゃんが格闘中、その下でういちゃんが遊んでます。頑張れ、やねこ。こんにちは、ハルアンです。今日は憧れのフライパンが届きました。イエーイ。私あのずーっと前からね欲しかったフライパンがありまして、それは鉄のフライパン、タークというメーカーのなんかドイツかなんかのフライパンらしいんですけど、まあ、とにかくですね料理上手な人がこぞってこうおすすめだよって言ってるのをねこう見たりしてたので、ついにこの間ポチッと買ってしまいました。なので今日はね早速使ってみたいと思います。それでは早速鉄のフライパン開けてみましょう。イエイ。じゃらじゃらじゃじゃん。はい、ではでは麦ちゃんが途中まで開けてくれたので、私はもうあと蓋を開封するだけ。ふん、きたー。入ってたー。すっごいフライパンがまんま入ってる。では早速このプチプチを開けたり開封していきます。なんかまあ重いんですよ、やっぱ鉄だから。重いけど思ったより、やっぱ重いかな、重いかも。でもフライパンって軽ければいいってもんでもないですよね。軽い方が持ち上げたりするのは楽ちんだけど、でも安定感がないっていうのも一つあるし、これお肉焼いたりするとすっごく美味しくなるってよく言うんですよ。面白いですよね。半信半疑なんですけど、まだ私これアマゾンで買ったので正規品だともっとなんかこうきちんとくるのかもしれないです。じゃあ取り出します。すごーい、鉄だわ。意外と思ったより薄いです。雑貨屋さんで売ってるようなスキレットは分厚いんですけど、本物の鉄のフライパンは、あ、しかも手に鉄の粉がついちゃう。すごい。はい、じゃあね届いたばっかりのこのフライパンですが、まだこのままは使えません。ということで、なんかあのたわしとかでねこうぐしゃぐしゃ洗わなきゃいけないんですって。でシーズニングっていうらしいんですけど、焼きならしっていうのを最初にやるととっても綺麗に使い続けられるらしくて、このフライパンはなんともう半永久的に、もう人生で一生ものっていうのかしらっていうぐらいすごく長く使えるフライパンなんだって。だから大事に大事に最初の工程をしていきたいと思います。記念すべき焼きならしです。イエイ。ですね、まずはたわしとクレンザーでしっかりこするですって。オッケー。じゃあクレンザーをヒューッとやって、たわしでこすります。うー、シール取らないと。取っていいシールなのかな。なんかフライパンにシールが貼ってあるんですけど、でもこれシールが貼ってあるの嫌ですよね、食べ物ですもんね。あ、剥がれました、剥がれました。よし、いい感じいい感じ。はい、よくこする。おー、なんかあのこのたわしにソープがついてたらしく、それの色がピンクです。こんな感じに今洗えてます。じゃあちょっと側面というかね、底の方もやっていこうかな。いいのではないでしょうか。うわー、おー、すごいピカピカになった。すごいピカピカのツルツル、さっきザラザラしてたんですね。おー、かっこいい。かっこよすぎない？ちょっと、おー、テンション上がる。次はですね、水気を拭き取って、焼いていくっていうのもおかしいけど、焼きならしなのでね、火にかけるらしいです。その下準備をばしなきゃね。よし、まずは水気を拭き取ります。次は植物油を注ぎます。ほっ、1センチぐらい。結構油入れなきゃいけないんだな。よし、油入れて、じゃがいもの皮をなんかここに入れてやるらしいんですけど、じゃがいもねちょうどあるので、じゃがいもの皮むいて入れようと思います。
で、あとでこれ焼きならしが終わったらさ、じゃがいもを焼いて食べようと思って。はい、じゃがいもの皮適当に剥いて、ポイッと。よし、ほとんど取れたかな。ここにお塩も入れるらしいです。お塩結構写真見るとたっぷり入ってたので、たっぷり入れます。なんでお塩と野菜くずなんだろう、不思議ですね。弱火にフライパンをかけるらしいので、ヒュッと。おお、かっこいい。なんかコンロに乗っただけでもかっこいい。塩溶かしながら油をね、この縁まで、こうフライパンの縁まで油をなじませるそうです。塗る感じ。そしたら弱火で10分って書いてあったので、弱火で10分、スタート。5分切りました。なんかね、あの取っ手がね、熱くなるかなってちょっと不安だったんですけど、なんか先の方はまだ全然熱くなってないです。でも一応ミトンを使ってこう取って持ってねって書いてあったので、もうちょっとしたら熱くなってきちゃうかな。じゃがいもの皮が色づくまで、ペーパーで油とお塩を拭き取ります。油はいい感じで拭き取れたので、あとはもう真っ黒になったお塩だけですね。はい、油と塩が拭き取れたので、ぬるま湯で洗い流して、火にかけて完全に水分を飛ばすそうです。おお、あ、ツヤツヤになりました。フライパンにツヤが出てきた気がする。おー、はい、OK と。はい、フライパンの表面の水滴を拭き取ります。いい感じになってきましたね。なってきましたよ。最後火にかけてフライパンの水分を飛ばしていきます。これが終われば完了です。よし、これで焼きならし完了です。よし、ではですね、このフライパンで早速焼いてみたいと思います。今日焼きたい食材何個か用意したので焼いていきましょう。あ、じゃがいももね、焼きましょうね。はい、まずはじゃがいもです。じゃがいもはあのフライドポテトみたいに切ろうかな。こんな感じで、よし、切れました。そしたらレンジでチーンと、ちょっとね軽く加熱しておきます。柔らかくしておきましょう。じゃーん、アスパラです。アスパラは筋を取って、あ、見て、勝手に折れちゃった。あ、はいはい。じゃあこの折れちゃったのはしょうがないので半分に切るじゃん。で、あとは全部半分の長さにザクッと。今日は長めに焼いてみたいと思います。パラ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 。はい、もう一つ、このソーセージです。今日はレモン風味とパセリの粗挽きソーセージにしました。こんな感じで開けておくだけで OK です。では焼いていきたいと思います。はい、火をつけて強火にかけましょう。換気扇も。最初何焼こう。最初はやっぱソーセージからかな。お肉から焼いて、お肉の油で後のポテトとかアスパラとかを焼こうと思います。じゃあ行きますよ、焼きますよ。いけ、あれ、いいの、あれ、大丈夫。まだね、熱くなかったかな。いやでも相当熱い気がするけど。油引いた方が良かったのかな。でもソーセージ油出るしな。おー、次は、はい、じゃがいもです。おー、ゆきだー、いけ、じわーっといくかな。よくわかんない使い方が、油を引くべきなのかな、もっと。おー、いい感じです。おー、アスパラ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 、ゆーっと。アスパラとジャガイモにお塩をちょこっとかけて、
よし、とりあえずこのままかぶりついていいですか。ナイフとフォークも雑すぎて。いただきます。まずはじゃがいもから。ホクホク、次はアスパラ。ソーセージもいきましょう。いただきます。あ、おいしい。あ、このソーセージめっちゃレモン効いてる。おいしい。あ、とってもおいしい。はい、ということで、とっても美味しかったです。お店で焼いたようなじゃがいも、アスパラ、ベーコンじゃなくてソーセージって感じでした。なんかね、じゃがいもは特にわかる、このバリッカリ、薄い皮一面が焼けてるみたいな、こんなにフライパンで焼き方で違うんだって思いました。とっても美味しかったです。いろいろ焼いてね、試してみたいと思います。しばらくはハマりそうです、焼き料理。いやー、本当に憧れのフライパンが買えて嬉しかったです。ということで、今日も動画見てくれてありがとうございます。この動画で少しでも美味しそうと思ってくれた方は、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね。今日の黒板じゃん、憧れのフライパン。本当に憧れだった。なんかでもこれ持っただけですごい料理上手に見えません？なんかね、すごい気持ちが今ウキウキしてます。次は何を焼こうかな。やっぱ鶏もも肉かな。牛のステーキはちょっとで手が出ない時もあるので、やっぱ鶏もも肉を焼くべきかな。楽しみです。ではでは、フライパン手に入りましたよの動画でした。バイバイ。